ということでいらっしゃいました。はい、どうもこんにちは、横山でございます。でございます。はいはい、どうも。さあ今日は一つたっぷりとやらせていただきます。そうですね、45分一本勝負。そう、もうええー、なあ、なたにぴったりの題名ですね。なんでぴったりですか。いや、一本勝負。ああ、そうそうそう、これはやっぱりでも男っちゅうのはね、勝つか負けるかも死ぬか生きるかやからね。もう人生もこれ一本勝負。ああ、それはそういうこっちゃ。で、毎日寒い日が続いておりますから、ね、そうですね。まあ風邪この間ひいたやつ、ちょっとだけ。今年の風は変な人が引きますからね。アホなこと言えないんですか。いや、気ぃつけていただかない。何やねんそれ。しかし、いや、ほんと私もちょっと今日はね、どっちかって声が出にくいんです。そうでね、それから目出てまんねや。この頃口数が多くなりましたね。そんなもんどっちが出とっていいね、アホやな。まあまあ、それどっちが出ときゃいいようなもんですよ。しかしね、寒さに負けたらいかんよ。そうですよ、頑張らないか。でもこうしてやっぱり元気にね。はもうあれから16年ですから。ほうほう、コンビ組んで16年。ほう、初めて会うたんが大阪駅の裏の方にあの中津ね。そうそう、あそこの駅のところの焼肉屋さんで会うたんやね。そうでね、お互いになったホルモン食ってましたよ、ホルモンを。で、まあホルモンですけど、私は、うん、あのロースをこう焼いて食べてた。あ、そうやったかな。ひょっと横向くとあんたがキャベツ食べてたやん、うん、嘘つきゃ。食べてた。同じようなわしも肉焼いとったやねん。じゃあ、じゃあキャベツが焦げてたからそんな思っただけ。いいないね。本当に美味しかった。それでまあ僕熱感好きですから。あ、そう。もう一本頼みます、おじさん。で、くっと酒がよろしいな、うん、あのくっと一気に飲める酒、最高。あ、そうそうそう。で、コップをポンと置いて、ふっと横向いたら、うん、あんたが焼肉のタレを飲んでた、うん、怒るでよ。いい悪いに違う。何を言うとるか、さ、ビール飲んどったらよ、わし。ビール違うじゃん、あれお茶が泡立ってたからそんな思ったら。なんだ、しかし。でも本当におたんはそのバス停の前なんですけどね。そう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 、中津のバス停の前で私があんたバスを待ってましたんや。僕はタクシー拾ってた。ええー、かっこ言うな。同じようなアホみたいな顔してバス待っとったやないか。アホみたいな感じ。友達を増やそうとするな。なんじゃそれ。ほんまやねんかい。まああの本当に、まあ、バス停の前でおたんはこういう状態はなかった。あ、そういうことだ。もう僕が通りかかったら横山さんがバス停の前で回数券を拾ってた、うん、怒るでしまいねん。ええとこ見れ、ええとこ持っとなんで拾ってたの。違うから、持ってた剣を落としたから拾い上げとったやねんかい。だから僕は見た時こういう体勢やったもん。せや、悪いとこ見るな、悪いとこ。拾ってんのかな。肉食ってるとことかビール飲んでるところかや、キャッシュで買うてるところとか、それを見れよお前。拾ってるとこ見るなよ、しかし。なんも私生活でも見たことないのに、こんなネタで言われへんよ、そんなの。いや、ほら、いや、本当です。ええ。それでまあ、あの雨上がり、バス停の前が雨上がりのこの水溜りがありました。小さい水溜りが。そこに財布が落ちた。あ、そうなんですよ。そこ僕がこう、通りかかった。ちょっとこう、渡ったから、あ、ちょ、これあんたの財布と違いまんのかって言うたか、これがきっかけでんがな。これが実に嬉しかった。せちがら世の中でね、ババッと持って帰って、バーッと逃げますよ。それは財布や。あ、もしもし。うん、これが私は嬉しかった。そんでこの水たまりでちょっと滑りそうになったんで。あ、そうやったかな。ふっとなった時、ふっと見たら横山さん、うん、あんた飲んでっかと。待てや。待てや。お前手お前半分以上入っとるやねんか。いや、でも嬉しかった。嬉しかった。見えてないものをもう一度改めて出してくれて、あなたのですか、受け取って。そうそうそう。で、まあ中に4枚入っておりました。あ、そんなもんやったかな。そう、4枚入ってました。僕はっきり覚えてますよ。よう覚えとるな。で、中にあの中増ひとみという中増名刺が入って。待て、君にしかやねん。ほんであれ人の財布か、やっぱり。いや、だから4万円の中2万円出してこう渡したら、君あの時どない言うた、うん、まあ誰にも喋らんとこはない。そうだ。だから2人はまあ猫ババコンビでございます。やかし。あれからもう16年早いもんですね。なんやかんや言うてあんたな、それすりゃは多少の縁で、まあ、そうそうそう、とにかくまあ、とにいつかは別れないかんと思うと、これが楽しい。会うは別れの始めと言いまして、人生いろいろ別れがありますが、ね、100も200もまでは漫才もできません。それもちろんやがな。これは本当に学生でもあんた卒業しても別れないかんし、そう、恋人としても別れる、それは言える。夫婦でも離婚する人もおる。そうそうそう、そういうやっぱり寂しさ。でもやっぱりこの世の中で一番辛い別れというのは、やっぱり僕が今まで経験した中では船。船、船、これは辛かったね。そういうたらね、この冬の波止場の船の別れってのは辛いね。昭和29年に僕は高知港から大阪港へ船で出てきたんですけど、ね、子供心に泣かんとこと思ってた。泣く、ね、でもドラが泣かせよ。あ、寂しい。じゃーん、じゃん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 じゃーん。第5レース 1500m の三車。くぅーまくれ、そこでアホ、まくれ。また今年もこれで悩まされるわ。まだ今年もまだ前半よ、本当に。前半やねん。すいません、その皆さんのおだてが彼には悪いんだ。どうなるかいな。皆さんよろしく見て笑ってるだけやから。直接影響は僕ですから。いや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 、楽屋で蹴られる、殴られる。そのなるかいな。最初は私ももっと奥目やったよ。そうですよ。後ろ殴られたら目の前ポンポンポン。かんなや、それやったらアホやな。それは船の分かれたら船返しとるのに全然分かれるの、お前。辛いのだからそれは辛いですよ。でも船、あの岸壁離れる船、そう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 、寂しいわ。ぼー夕焼けのその後、カモメがふわーっと胸なしで飛んでいくまで、大きい船が出ていく、横橋家がね、横あった寂しそうな橋家がポッ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 ポ
これはまあ私たちも夜の指定席ね。もう何が初めてやから。初めてやね。せっかくですから。いや違う。全国の方にもう一度一つ。港の分かりやねえか。大きい船がザーッと出ていく。横橋家が。ポン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 気ぃつけてよ、長生きしてくれな、ずいぶん貸したもんもまだあんねやから。ちょ、待てや、お前、いい返すよ、めっちゃいい。なんぼ借りてました。かわいい顔して、これで2000万円パーや。なおか、簡単に言うわ、ほんまに。言うたもん勝ちやな、お前。会うが別れの始め。これある、これはね。大人になって船で辛かったのは僕ね。どこ行ってん。仕事で伊豆の大島行った時。ええー、とこやがな、伊豆の大島。今お前、今お前旬やで、あそこは。そうそうそう、椿あんこで有名なところやで、あそこは。あんこ椿や、おい、何を言うてんやな。椿あんこやね。 あんこ椿はこういう。あ、なるほど。ほなやったら、宮古原美逆立ちして歌うと。映画なパンツ丸見え。まあ、ほなやったら椿持ってやね。あ、はるみちゃん、あら、知るかいつの目やね。またお前 NHK の放送コード変えよう思てんやろ。でもね、うん、本当ですよ、これは。え、やっぱりあの船は辛い。あ、なるほど。でもね、うん、大島行った時に仕事で4日間おりました。4日間おった。5日目の朝、ほうほう、まあ、あんこが私に惚れたわけです。ほう、あんこぶれかい。あ、あんこぶれかい。手やねんか、あんこが惚れねんか、あんこぶれやねんか。で、まあ、朝ね、港まで送ってきてくれて、ええとこあるかな、僕に歌を歌ってくれた。なるほど。三日遅れの頼りをぬ、いやいや、あんこの歌やろ。三日遅れの頼り、俺はレコーディングしてねえから。なんで、俺も一人。三日遅れの頼りを乗せて、船はゆくゆく羽生港。そうやな、君は歌うまいわな。大したかと思えんがな、兄さん。お前、本気にしてんのかよ。けなしてんねん、僕は。やらしけなしがするのは男やねんか、スッと言うよ、スッと。スッと歌うな、僕は歌うてねえから。細かいな、あんこの掘りたかいな。とにかくこれは辛かった。なるほど。船の別れというのは本当辛いですよ。いや、しかしね、だんだん船の別れにはさ、こみ上げる言うとね、まだまだマシやで。何が。いや、友綱外しやで、怒り上げてやで、タラッパ外されてやで、だからそのさよなら言うたらだったテープ投げましてやで。だから余計辛くて、おじさんよろしく、レイコさんとかになって、ともこさんで、また指名してる女の名前言うて。次行った時安してもらう思てね。いやそのやっぱり5分や6分まだ顔と顔は劣る。だから、何が分からん男やな。何言うとるね。一番分かるやつらいのはな、飛行機飛行機の分かる。飛行機は飛んだらしまいやないかい。それが分かっとるやん。飛んだらしまいからつらいねん。だから簡単に忘れられると。飛行機はピャッと飛んだ。あれどこ行った。あれお前ほんまやないか。そういう演技を民放でも出したらは。どこでも出してるわ。出してない、見たことない。俺が見たことないんやから。サービスもう一回やっぱり。いや、飛行機キャーッと。ああ、どこどこ。何をやって。最初の方が面白かったわ。芸人2回やったらおもろないですよ。ほんまですよ。いや、本当です。それは言っちゃ悪いがね。ほな言うなよ。アホが言わな話ならね。ああ、そうかそうか。これはもう女のばかりやったらな、ここらで2枚も3枚も役者上や。あ、そうな。お前ら言うたら悪いけど、やったかお前300とか400とかちっちゃい小舟やろ、お前ばかり。小舟。え、わしなんかお前飛行機のばかりで、しかもお前女とお前わう、ローマの国際空港やろ、お前。見てみ、もう最初から嘘を言おうとするから。何や、もうセリフが詰まって詰まって。いやいや、君が知ってるかいな、思ってみや。ローマやろ。おお、その日のフランスはどうやったんや。それはまあフランスのローマ言いましたらね。いや、見てみ、そうか。ローマ言うたら長靴の国やねんかい。すごいイタリーノ、コンビリーノ言うとこやねんかい。ちゃうな、コンビリーノ。いや聞いたことない。まあ言うてみ、私がね、あ、これは申しましょう。私が申しましょう。ええ、そうそういう敬語を民放でも使えよ。あかんまい。お前と差別をすら差別はしてないかな。私がですね、はい、9年前に9年前にフランスへ、まあ、テレビジョンの仕事でですね、渡米をした時の話です。待てよ。海外もう冗談も日曜と祭日にして。何が冗談、日曜祭日、どういうことやねん。そら日曜と祭日、休みに言わんかい。シャレか。わからんよな、シャレ言うな。違うわな、ほんまやねんか。恥ずかしい。海外旅行のことを渡米言うねん、アホやな。だから日本の漫才師って笑われんねや。だから漫才師だって君が言われんねや。なんでやねん。渡米言うたらアメリカへ行くこと。うせやん。いや、僕も知らなんだ。いや、僕も知らなんだけど、渡米ってアメリカ行くことやのは、うちの家内に教えてもうたやん。これほんま、アメリカやから。なるほどな。これフランス行く場合はトフツ。トフツ、これは本当ですよ。えらめな。イタリアはトイタ。トイタ。生きて帰ってくれるかな、おい。まあそれちょっと分かりませんな、これは。ほんまかいな。ほんだ中国行くことは途中言うんかいな。それヘリクツ。それやったら逃走かいな、おい。ハゲとラッカーまた奥さんどねえか塗ればよかった。君とか夫婦でボディペンティングやってんのかな。
そら。いや本当に、いやまあ何でもよろしから私何でもええことあらへん。ここらみたいになったら出雲大島ちゃいますよ。そんなもん出雲大島え出雲言うたら全然ちゃいまん。分かっとる。あら縁結びや自分は間違ったとこ僕に睨みつけて怖い。これで終わり。私なんかあったらフランスですからね、国際空港の分かりやからね。やった。私でもこんだけの男やんたね、一応分かってこんだけの男自分で評価してるだけやん。違うわない男前に言うねんやで。ほんでまあ9年前にまあ行きました。9年前に休みがあったわけやん。あったあったあった。何日かいんの。いやいや10日間行った。あの時かいな。いやあの時ってないやん。いやいや、 いや自分が仕事したいな思っても世間が休ました時ほっとけやすわざわざ言うな。まあまあまあ、いやいや諸君、はい、それからですね、その時は NHK にえらいお世話になりました。やかましいですね。何言ってんのよ。なんで大阪ちょっとしか映れへんかった。ここは全国で放送してくれたんやろ。もう7時のニュースでよ。もういらんこと言うな。ちゃんと俺言うとこなあかんやん。俺は喜んでんか悲しいねんか分かれへんねんか。複雑な心境やで。私の心境は今喜ぶなあかん。俺家で飯食っとってチャンチャチャンチャ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 ン。びっくりしたわなほんま。いやそれからまああのフランスでもニュース出ましてですね。嘘つけ。売り込んでけ。言うとね。ほんでまあ私がね、はい、パリ行ったんだ。パリ行った。パリの街お宝知りまへんやろ。から綺麗な街です。知りませんわ。ほらまあ全国の皆さんこれ紹介しましょう。あそう。あの大阪にはねあと御堂筋でね、はい、幅150メートル広い通りがおまんねん。あ150メートル。ねけなんか来るよりもあんた幅の広い通りがおまんねんで。フランスのパリの街は。あそう。シャンゼリゼ通り言いましてね。聞いたことある。これが南北にね 6.5 キロ伸びてまんねん。詳しいね。北の方に進んでいきます。凱旋門がありますね。凱旋門をちょんと通りますと目の前がセーヌ川、川をポーンと渡ったら白い森の公園があって、その公園の中に日本大使館がおまんねん。その横にエッフェルトが建てます。その横にノートルダム寺院がおまんねや。さすがや。絵はがき見ただけでよう喋れます。違うわ。言ったやねんか、わしがほんまに。漫才師か詐欺師かよ。ほんまですよ。でまああんた私もね、こんな男前から、うん、パリジェンヌいうあんたべっぴんさんに惚れられまして。惚れられた。おうじゃしましたよ、あんたもう帰ってくるときに。あ、そう、どんなやった、ちょっと聞かせて。10日行ってましたやろ。10日。もう明日帰る前の晩に、おいパリジェンヌやる世話になったら、俺ら明日の飛行機で帰んねや。やった。今晩お前飯食わんかいっぱいの漫画汁でも吸わんかい、言いましてね。そら、カーチの女かよ。ちょちょちょ、フランスの女やねん。フランスの女で、そんな言葉でわかりますか。今日本人ばかりがこんな言うてる話じゃないか。すいません。なあ、ウジュン、ポンプジュン、マダムジュジュとかなんかいろいろあるやねん。なんか言うやん、うん、ほんであんたね、惚れられまして、ね、惚れられて、あんたレストランでシャンペン抜いて乾杯だ。レストランで、おい飲まんかい、スコーン、スコーン。最初女も悪く飲みまして、お前の顔見て悪そうだった。おい、そのうちなんたもうちょっとこう目頭熱くなってきたんかね。あ、別れが辛くなってきた。涙をパラパラーとこぼして、やったやった。ハンカチじわーっとこう噛んで、ハンカチをじわっと噛みよった。そう旅役者かよ。帰らんといて私あんたにこれちょるばいとこうやん。そりゃフランスのお手もやんや。それはほんと俺も言うたった。ああ男は横山たい歌ってましょ。やったー。ソンベンバチリマスタイ、私と結婚してくださいよ。えお父さんの財産すべてあげますよ。いいかな、借金払えるわな。何の話や。えあほあんなもんチャラや。ほんまにもう払うつもりないわ。いやほんでやね、うん、私やね、おちょっとちょっと待てと、待て、俺もお前国へ帰ったら妻子が行さんいてるやねんけど。アホ。いや、しわよきで、さいはよきおったらいいから。いやいや、まあこの際何でもええねんかと、まあ、私でも挨拶に困るぐらいやから。いやいや、ほんと、ほんでまあ何でもええ。その晩はあんた、まあ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 、ただ女をなだめて、なだめて、ええやん、ただ女なんたパンションで泊まりましたから。マンションより高いとこ、えらいとこ、高級住宅地やねんか、お前パンション、ほんでそこで泊まった。おう、泊まって、かっこいいな。ほんで、あくるやんた、女の運転する車なんた、飛行場まで、ええがな、伊丹空港まで、またんかい。知らんほうでええか。胸の痛みに耐えかねて。ご飯の宿や。あ、古いな。あなた泣きながら運転しまで、なんでやっさん帰んねんちなもんや。フランスの女がやっさん。いやいや、二人だけの話やから。男と女だけの話やね。そうそうそう、男と女の話。ほんで飛行場着きました。着きました。ほんで私があんた人前でこの荷物を持ってやね。人のやつを。違うわ。俺の荷物やねんか、お前。何言うとんねん。ほんでこうバッて行けたら、女があんたここを持って帰らんといて、こうや。お前らこんな経験ないやろ。こうやろ、お前。引っ張られて帰らんといて、もう泣きたくて帰らんといて。I love you 好きよチュ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 やろお前。うせえや、フランスの女が I love you なんか言うかい。俺が教えたや。ああそうか、ごめんねんか。もう彼は英語得意ですからね。いやほんま、海外旅行行ってもアメリカでも、うん、ハウマッチ。やかまじゃ。あれ土産も買うとんじゃ。そうそう、夜女の人が土産も売るわね。いやほんまですよ、ハウマッチ。やかまじゃ。ほんでこうやったら止めるから、ちょっと待て、話せって。なんやかんや言うたって、もう俺がお前飛行機乗る一番最後の客やねんか。やった。ほんなったらトラップの上になったらすっちゃですがいな。すっちゃですが。もうちょっと滑らかに慌てるんですよ。すっちゃです。あ、そう、そのすっちゃですがいな。ゆっくりしゃべれ、ゆっくり。この番組コマーシャル入らへんねやから。日本のお客さん、早く金さい。金さい。
ガイってほらじゃあトン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 と上がって気丈の人や気丈の人おう女下で泣いてるかなな涙ボロボロやほんまに顔ボロボロや顔ボロボロかわいそうやそういう姿を見たらそらせやわしもあんた一言言うたら思ってあんた飛行機の窓開けてやなお前待たんこの番組では暴力は振りたくなかったや何やねん何やそこまで騙されたら俺も振るで飛行機の窓や言うてるやん飛行機の窓がなんでこないちゃあくねん自動車と違うで。あ、せやせや、しまったま。俺がこう開けたから。障子やね。障子やね。あ、それじゃ窓はそのままだ。当たり前。ドアが開いたった。ドア開いたった。おい、おいパリジェンド帰るぞ。まだよろしい時よ。まだ来るからなと思って。これ下からあったテープをピャーって投げるわけ。飛行場でテープ投げるわけ。使うんだよな。まだ、さよならと投げるわけや。お前時代劇やな。え？ほんだもう投げるもお前が。女投げながらあった飛行機の真下まで来て。真下まで来て。ほんであった手伸ばしてわしの足をピュッと掴みまんねや。お前にやつけたの。ええ返せよ。お前や。5メートルはありますよ。5メートルは届くわけないやんか足首まで。アホやな。外人の女背高いがな。まあそういうことにしときましょう。それで。本当だったらわしの足ガッと掴んで好きを愛せるわ。本当降りて降りてとこうやから。よし分かった。お前そこまで言うんやったら俺が降りられへんから。うん、お前が乗れと。乗れと。本当その女を乗せたって二軍に連れて帰ってきましたんで。とこあるな。さすが日本の男だよなこれは。その時の女が今のお前の嫁はんやねんかい。